小田急2320系電車は、かつて小田急電鉄に在籍した電車である。両開きの客用扉を2箇所に持つセミクロスシート車で、特急ロマンスカーを保管する準特急用車両として1958年に登場し、土休日の準特急運用を中心に使用され、平日には、休行や各駅停車といった料金不要列車にも使用されていたが、 1963年には3100系安瀬車が増備されたことから準特急という種別そのものが廃止となったため2300型と共に3扉ロングシートの通勤車両へ改造され2200系2220系2300型と共通運用で使用されることになったこれらの4形式は搭載制御機にちなみや部不無者と呼称された 小田急では1983年まで使用された。廃車後は4両が富士急行に売却され、同社5700型として使用されたが、1994年12月に2両が廃車となり、残る2両も1997年2月に廃車となった。小田急のロマンスカーの地位を不動のものにした車両とされている1700型が導入されて以後、 特急の利用者数は増加の一途をたどった。このため、1953年9月など休日から特急を補助する目的の列車の運行を開始した。当初はサービスカーと称し、ABF 車や2200系、2220型などを使用していたが、1958年からは準特急という種別に変更の上座席指定料金を徴収することになったため、 車両についても料金を徴収することに見合った車両を用意することになり製造されたのが本形式である。2220型と同様の17.5メートル車による4両編成で2編成8両が製造された。形式は4両ともでは2320型で編成は デハ2321でハ2322でハ2323でハ2324 23 23及び、デハ2325でハ2326でハ2327でハ2328で,23であった。本節では、以下、小田原方面に向かって、右側を山側、左側を海側と表記する。戦闘者。 中間車とも車体長17000ミ、mm、リメートル、全長17500ミ、mm、リメートルで、車体幅は2700ミ、mm、リメートルと2220、型と同様である。客用扉は各車両とも2カ所となったが、平日の通勤輸送との兼ね合いから、停車時間の増加を防ぐ目的で、1300ミリメートルの両開き扉を小田急では初めて採用した。 正面は2220型と同様の貫通系、全面である。側窓については、扉間固定式、クロスシート部分と車端部については2200型と同様の1000ミリメートル幅、扉間のロングシート部分では、飛袋窓の隣に800ミリメートル幅とした。塗装は、腰部と上部が青色、窓周りが黄色という、当時の特急色となった。座席は、 扉間に6組の固定式、クロスシートを配置し、それ以外の部分は、ロングシートとなった。この車内設備は、特急を保管する列車として、何度か営業部門から要望が出ていたものの、通勤輸送への対応の面から実現せず、本形式で実現を見たものである。デファ2322デファ2326の小田原川海側にはトイレを設置したが、 小田急では初めて床下に汚物タンクを設けた除流式とした。これは日本の鉄道の歴史上においても早期の採用事例である。主要な機器は2220型とほぼ同様であるが、電動発電機と電動空気圧縮機を車両番号末尾が奇数の車両に、主制御機と終電装置を車両番号末尾が偶数の車両に搭載した。主電動機は 端子電圧 340V 時一時間定角出力 75kW の三菱電気メガバイトマイナス3032を各台車に2機ずつ走過する。駆動方式は WN 継手による WN 駆動方式を採用し、台車は 2220K 同様にアルストムリンク式金属バネ台車である住友金属工業 FS316 を装着する。 本形式と同様に2、扉セミクロスシート車に改造された2300型と、共に1959年春より土曜日、休日に運行される、準特急を中心とした運用を開始した。平日は、ラッシュ時のピークを避けた運用に使用された。しかし、1963年4月に3100系、安世車が導入され、 これと同時に準特急という種別は廃止されることになり、本形式と2300型は共に使命を失うことになった。準特急の運用から外された本形式は 2400KHE 社へ増結するための二両編成が不足していたことから、二両編成のロングシート3扉車に改造されることになった。格下げ改造に伴う側面窓配置の 変遷改造の内容は、デファ2321と、デファ2322、デファ2323 23と、デファ2324の2編成に分割した上、中間車には、正面は、HE 車と同様の貫通系運転台を増設した。また、客用扉は2200系、2220型と、同様ミ1 0 0 m m 幅の、 片開き扉を3箇所に設置したほか、デハ2322デハ2326のトイレは撤去された。改造時には窓配置の全面的な変更は行わなかったため、特に扉間の3枚の窓は 1000mm 幅の戸袋窓、800mm 幅の窓、1000mm 幅の窓と3種類の窓が並ぶことになった。3、扉ロングシートとなってからは、 2200系、2220系、2300型と共通運用となっており、小田急のダイヤ上も同一形式扱いであった。このため、本形式も含めた4形式をまとめて、アブフム社、FM 社と呼ばれるようになった。また、2220型と同様の外観となったが、前述の不規則な側面窓配置などで判別可能であった。 急行運用に入った2320系当初は、他のアブフム社と同様、HE 社の増結などに使用されていたが、大型車の増加とともに、2両編成を3本、連結した6両編成での運用が目立つようになった。1968年に、列車種別表示器、OMATS、信号円管の設置を行い、 1969年には、ケープアイボリーにロイヤルブルーの帯を巻く、新塗装に変更された、同時期に連結機が、密着自動連結機から、密着連結機に交換された。また、1974年には、扉下に、プラットフォームと車体の間の隙間を埋めるための、ステップが設置された。1982年より、アブフム社のトータが開始されることになり、 本形式は1983年8月31日付で4両が廃車となり、富士急行に譲渡された。残る4両も1984年6月までに廃車解体された。譲渡後の2320系富士急では5700型として使用されることになり、同社の主力車両の一部として運用されたが、富士急では車両のレベルアップのため、KO5000 系 KO を 譲り受けの上車両の更新を行うことになり、1994年12月にモ、モハ5715モハ5716が、残るモハ5711モハ5712も1995年10月に廃車となった。モハ5716は、個人に譲とされ、山梨県開始で使用されていたが、2012年12月に撤去されてしまったため現存しない。 他社の近似者用、ありがとうございます。